今日はあの渡辺謙さんの再再婚ニュースが出てくるのがあってですね、しましたね。ねしてたのはまあ革命でみんな知ってて、やっと今回ねそのまあ結婚に至ったっていうニュースがあって、でおめでとうございますじゃないですか、多分ね見守ってきたわけですからね、ずっと二人の恋を影に日なたりね、そう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 、で再再婚について7月13日号でまあ書いてるんですけど、まあ、ちょっと簡単に振り返ると、最初に報じられたのは2017年3月、報じたのは僕なんですけど、フリーインニューヨーク、フリーインニューヨーク、そうそうそう、で当時はまあ南果歩さんと、まあ結婚されてて、あんまりねこれ今回この再再婚のニュースで結構知らなかったっていう人多いんですけど、なんでその当時騒がれたかっていうと、その南さんが乳がんの闘病中だったんですよね。そうだった、そうだった、割とひどいタイミングそれで結構おしどり夫婦っていう看病をする渡辺謙さんみたいな感じだったんですよ。それでちょうど2017年に当時の文春がまあ分かってたこととしては、その南さんがまあ当時ねニューヨークとかロサンゼルスに渡辺謙さんまあ拠点を持ってたんですけど、その時ニューヨークの家に南さんもいて、で南さんがちょっと出かけたと、ロサンゼルスかなんか行ったのかな、その2日後に今回結婚した女性と手をつないでデートしてるということがまあキャッチされてっていうことなんですよ、で文春のこの記事ではまあジュエリーデザイナーっていうふうに書いてて、最初に書いたのも僕なんですけど、ジュエリーデザイナーずっとジュエリーデザイナーってことになってるんですけど、そのまあジュエリーデザイナーっていうのはもちろん間違いないのかもしれないんですけど、ホステスさんだったんですよね、あの北新地の、あ、元々がもっともともとは読者モデルみたいなことが、それでホステスさんのとして働いてる時代に渡辺謙さんとまあ出会ってですね、その紹介したと言われるアナウンサーとの三角関係とかそういうのはないの？そうまああるね、撮影があって前ちらっと言いましたね、そうそうそうありましたね、撮影があって試写会か、試写会が終わった後に、その加藤浩一さんと、榎本明さん、等でホステスさん、まあ、つまり今の奥さんとが勤めてる店に、まあ、遊びに来たんですね、昔当時の話、当時ね、でそれの前後して、そもそもあるお友達とのお食事会が開かれていて、そこに、まあ、某局のアナウンサーと、そうでした、渡辺謙さんと、まあ、女性2人、でその某局のアナウンサーだった方が、まあ、関西圏では有名な方なんですけど、その方が渡辺謙さんの今の奥さんとそもそもお知り合いだったと。お知り合いだった。お知り合いですか。ちょっと僕は関係が怪しいなって思ったこともあって、そのアナウンサーに聞きに行ったことあるんですよ。本当は自分が先に付き合ってたんじゃないですかと。それを謙さんにこう紹介したんじゃないですかって。直撃しに行ったら、まあ、違うって本人はね、こんなことないと、いうふうに言ってましたけども、まあまあそんな経緯があって、でやっぱり軽井沢でね、あの一緒に同棲して、まあ、結婚にまあ至ったと、今回ねいう感じなんですけど、別にその彼の人生なんでね、批判する気持ちも何も一切ないし、奥さん登場してるのにひどいと叩かれたりも当時しましたけど、まあもうあれからだいぶ時間が経っていて、意外にいいところも、意外にって言ったら失礼ですけど、いいところもあってね、去年かな、冬ぐらいに気仙沼に別件の取材行った時に、渡辺謙さんがやってるプロデュースしてるかな、カフェがあるんですよ、Kポートっていうね、なんかね、毎日ファクで指示を出すんですかね、なんかすごい手間をかけてる、ね、ケンさんが東日本大震災の時に復興支援としてなんか自分できることないかっていうことで作ったんですね、で大体こう芸能人ってあのこうボランティアで行きますって言っても、まあ、その場限りだっていう人はやっぱ多いと思うんですよ、でその中でやっぱ今もまあずっと続けてるっていうのは、まあ、一つ彼のねいい人柄の一つかななんてちょっと思ったりして、それをビジネスとして
手じゃなくてやってると。まあでもビジネスにはそんななんないと思いますよ、うん、あの彼のまあ収入とかと比べるとね、うんうん、確かにそうですね。そうそうそう、うん、でもなんか僕もね、検査であれ報道が出てその後認めて記者会見もやってるもんね。そう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 、そういうのもやってて、まあ女癖もある分仕方ないにせよ、やっぱりそこ出てきあの時の対応ってその人格に結構ね関わってくるようなね気もしますよね、うんうん、ひたすら逃げる人なのか堂々と出てくる人なのか、鳥羽さんみたいに言っちゃ言わないことまで言い続けちゃうのかとかね、まあ、ねそっちに行きますか、出るじゃん、なんかね、その器とか器がね、まあ、ね、確かにね、そうそうそう、まあ、確かに器でかい感じはありますよね、まあ、ありますよね。で最終的にちゃんと席も入れるっていうのも、そう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 、ちゃんとしてる人だなっていう、そうですよね。ただその恋が多い、恋が多い、まあモテもするだろうしね、まあね、ということでね、やっぱハリウッドの人多いじゃないですか、そう、なんかハリウッドスターって、まあね、結婚離婚結婚みたいな、で検査も一応ハリウッド俳優、ハリウッド俳優ね、なるほどね、あのダルビッシュのあれ始球式で。そうですね、メジャーリーグで、うん、あ野球好きじゃないですか、あのケンさん、うんうん、阪神か、阪神ファンなんですね。そうですね、うんうん、阪神のユニフォーム着て出んのかななんて思ってさすがにさすがにそれはえ今後拠点はないアメリカなの2人は、そういうの軽井沢変わらず、いや軽井沢なんじゃないですか拠点はね、うん、どこまでそのアメリカで渡辺謙さんは人気なんですか、うんうん、通用してるか、うん、分かんないですね、あそこは分かんないですね、そう、あの武志映画を断ったみたいな記事も出てましたね、本当ですか、うん、でも多分スケジュール埋まってそうだよね、まあね、まあ、ああいう人たちは渡辺謙は多分日本物が絡むやつは絶対キャスティングとして欲しいですよね、最近のヒット作って何ですか、なんですかね、ちょっと僕らそういう作品を見る時間がこれまで人生なかったもので、ね、独眼竜馬サムネぐらいしか思い浮かばない、許されざるものとか、あ許されざるをね、あ独眼竜馬サムネブラックレイルの時代、ブラックレイル当時取材した時は王さん、あと私か、私か、うん、ミュージカル、あれミュージカルかなんか確かやってた話か、いい役者さんであることは、うん、そうですよね、そう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 、ぜひ最後おべちゃらになっちゃう応援したいですよねこれでもやっぱ記者ってもちろん取材してねスクープは書くけど、はい、なかなかね褒めるって難しいじゃないですか、不倫チックの勝ち目に、ね、だそういう気持ちやっぱあったっていうことだし、そこは人間っぽく見てるってことなんじゃないかなと思うんですけどね、基本的には褒めベタですか、やっぱ記者の人、うん、いやそんなことないですよね、ないですか、うんうん、だってあんま言う局面ないですよね、うん、褒めなきゃいけない局面って、そうだから褒めたいんだけど褒めれない、うんあとね、うかつに褒めちゃうとその人がその後すぐスキャンダル起こしたりして、はいはい、褒めるタイミングが難しいあった、だから僕も昔山田優ちゃんのハンドボール選手のなんか、いい恋バナみたいなの書いたらその後紐になってたみたいな話をすごい聞いて、うん、何だったんだみたいなってそうそう、だんだんだんやっぱ褒める褒めるタイミングが難しい、褒めるのがだんだん下手になってきますよねそういう部分はもちろんあるわけですよ、うん、いいなって思う、うんうん、この人いい人だなとかね、うん、なかなか表に出せなきゃっていうことですね、まあ、まあだからそういうのはフリーランスになってから出せれる部分は出せますよね、うん、フリーランスになってやたら怒る人になったんじゃないですかいやまあそうですけどね、うん、褒めるけど怒る両方エキサイト聞いた、聞いた、聞いた、聞いた